ちゃってきましたけどね。関根線行く駅。ここはでも案内出てますね。京阪電車乗り換えができるらしいです。この切符にはうってつけなことですね。なんかこの京阪電車の駅、やっぱもう各駅停車しか止まらないようなちっちゃい駅みたいなんですけど、どんな感じなのかね、ちょっと行ってみたいと思います。乗り換え的にはどうなのかな。普通だと折り返しねすることができないんで、順当に出町柳ホームに向かってくるのが先になると思うんですけど、今回フリーキックなんで一回戻ってね行くことができますし、その方がどうも速そうなんですよ。というのはあの特急が京橋を過ぎるとあのぶっ飛ばしまくっちゃって、なんかホームがある。上下線がこういう構造なんだ。それで反対側になかったんだ。縦に並べてあるのね、なんか A 列車で行こうで無理やり使ったけどすごいな、多層建てなんだここ。ありますね、次の駅は。じゃあ後で機械どこ。こういうことね。うん、下の駅機械学園あこぶさんはかなり独特な構造なんですね。で、そのとこに駅を作ってありますけど、関根地下鉄関根高止って言うのこれで関根高止読めねえ。でこっちは関根新宿駅で、こっちの方のが、関根駅に来たみたいですね。なんでこの京阪の関根駅からとりあえず行ってみようかな。でこっちの野江の方に下がこっちやから京橋はこっち、下がこうってことは西がこっちやで、こっち方面に行ったらいいのかな。よく分かってない、なんか分からなくなる。森小路の方に行くとあれなんか、まあ京阪の駅で見た方が分かりやすそうだな。で千里町なんかいろいろと先の準備をしてるみたいですね。なのかな、なんなんやろ、よく分からない。なんかできるのかな、つくづきまんまなのかな。で今ここで出勤セーフとったので、じゃあ行きましょうか。まあでもこの地的には一番勝手のいい駅ではありますかね。まあ京橋だ、京橋も使うか。京阪電車はエスカレーターもあるのかな。便利だ、京阪電車このまま行けるみたい。はい、エスカレーターもあるし、あらあら、よし。さあやってきた今里筋線。
で、あ、ここがもう京阪電車真ん前ですね。へえ、西改札口ってこと。それでもう行きたいですね。で、普通だとこのままね、あの京橋から折り返してとかってすると、あの違法ね、乗車になっちゃいますけど、キセル乗車になるのかな、ですけど、まあ、今回フリーキップなんでね、一回京橋のか天満橋のあたりまで出ましょうか。中之島行きがあるんだったら中之島の方に一回中之島に出てみるっていうのも手ですけど、それくらいの時間はあるよな。なるほどな。どれくらいの頻度で連絡来るんだろう。とりあえず京橋方面向かってた方がいいか。こっちの方だと特急停車駅がどこだっけ、寝屋川だったっけぐらいまでないよね。そう、森口も通過してきますからね、特急。はあ、ちなみにこの切符、こっちの琵琶湖の方とか大津線の方行けないね。なるほどな。あ、ボリング、ボリング。で、出町柳方面じゃなくて、一回京橋方面に行こうか。あの、この東北線に返したとき違うんですね。なるほどね。駅のね、駅自体はこっちもちょっといろいろあったりするのか。なるほどな。こっちか。あれ、なんか来た？来た？来てるね。なんか。めっちゃ反対やったー。広っ。あ、そっか、福岡線だもんな。で、いや、特急とかここもバンバカバンバカ通過していくと。だからもう待機っていう概念がないですもんね。すごいですよね。これがかの有名な福福線。しかも標準機なんで、やっぱ見応えありますね。なるほどな。枚方市行きは行ったんだ。で、こっち側は、あ、地獄所そこにあるんだ。中之島。中之島はどこ行くんだ。あ、全部中之島行きなんだ。へえ。無印は？無印はどこに行くの？あ、飛行機がない場合は淀屋橋行きってことなんで。朝の5時17分とか、ここ一部だけ、ヨタヤオシとかあるんだ。日曜もずっと中之島行くんですね。一回中之島行っとくか。一回行っとくか。今、5時5分。5時5分。17時5分やから、15分に来るな。よし。あと10分で来る。